くめえな。この出汁なんで取ったんず。そいだっきゃ内緒だ。この味だばちゃんと守れ。何代も何代もで。すがるそば一丁。はい。大森食堂が入らねば百年食堂って何だってすることになるべな。してもじゃあ四代目はいいだな。良一さ、もう一回話し越してみたらどんだべかの。ダメダメあいつは。はい、八欲しい人。はいはい。弘前食堂とか津軽食堂っていう名前にすりゃいい。自分とこの名前つけるから本当かっこ悪くてさ。実際その逆この人下げろ。卒業と同時に弟子入り。ミーハーと思うでしょ。羨ましいぐらいだな。俺なんかさ、東京来て何やってんだろうって。店継ぐとか継がねとかってす話でねって、お客さんごと待ってる店やかわいそうでの。遠ざかるあの夢に舞うとには。なんでこの麺は。僕なりにアレンジしました。勝手だとすな。昔桜の写真集を見てその写真家に恋をしたんです。桜祭り店出すべ。何言うとるの急に。一日で大森食堂建てる。春も夏も秋も白く染まる日もあなたの知らない空を見上げて、朝も昼も夜も。津軽百年食堂、それは受け継がれていく日本人の心と味。